町を出る決心をした日、3件の犯罪を目撃した。主婦は万引きを繰り返し、チンピラはゆすりたかりで日銭を稼ぎ、恋人たちは臓器売買に精を出す。ありとあらゆる犯罪が横行するここは最も邪悪な町、東大和シティ。悪の花咲き乱れるこの町では、夢や希望など雑草同然に踏みにじられ、脱出しようとする者は弱き者を助けようと弁護士になったつもりだった。しかし仕事といえばきな臭い金銭トラブルの仲介やクレーム当選の民事訴訟ばかり。秘書を雇ったのは失敗だった。昼はオフィス用品をくすねて売りさばき、夜は売春クラブで荒稼ぎする彼女は根っからの悪女だ。いい子いるよ誰でもたまにはハメ外さなきゃね。ハメはいいですよ。ハメは特に外すとね。こんな街でまともな女と出会える可能性は奇跡に近い。ただいま。おかえり。これ終わったら夕飯にするからちょっと待って。妻と出会ったのは1年ほど前。彼女の尾行に俺はすぐ気づいた。あのお釣り。どうして？何がどうして？人が忘れたお釣りをわざわざ届ける理由だよ。あ、そう。偽物だろ。返事。二人が恋に落ちるのに時間はかからなかった。そんな妻の妊娠が発覚した。あの時できたに違いない。出なきゃあの時か。二人でつつましい祝杯をあげることにした。俺たちはこの町を変える決意をした。密告だ。あの、無銭飲食を目撃したんですけど。あ、犯罪の通報ですね。お宅の名前は？恐れていた阿久津警部だった。阿久津ファミリーは
この町を縄張りに金貸し、ギャンブル、麻薬売買などの組織犯罪に手を染めるギャングファミリー。もしもーし。彼らの悪事を陰で支えるのが阿久津警部だ。今名乗らなくてもさ、そのうちわかると思うけどね。山田です。この町は狭い、そして情報は安い。あっという間に売り買いされ、広まってしまう。すでにそこまで来ているかもしれない。悪夢か。何か手を打たなければ。悪夢か。何か手を打たなければ。私この町で息子か娘を産みたくない。どんな息子か娘に育つか心配なの。この町を出よう。でも誰にも気づかれないように準備を進めないといけないな。なぜならこの町を出ようとした安西夫婦は殺し屋の手にかかり、誰にも怪しまれずこの町を脱出するにはできるだけ早く仕事を片付けることだ。はいはいはい。お客さん、いい仕事、おいしい、楽な高い医者料。いや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 、仕事は次々舞い込んだが、忙しい。いずれビッグな仕事が。ビッグな仕事ってどんな仕事よ。言えないな、今は。なんで？ビッグだからだよ。ビッグってそういうもんだろ。いいもんだよね、ビッグは。君も好きだろ、ビッグを。少なくともビッグは君のことが好きなはずだ。は？もしもし。人探しのチラシを頼まれたの。うん。山田のチラシなの。どうしよう。妻のボスは金のためなら魂も売るような女だ。いつも通り作ればいい。大丈夫だ。山田が俺だなんて分かるわけがない。町を脱出するには資金が必要だ。俺は金になるものを売った。お金に困ってるならいい情報あるんですけどね。阿久津ファミリーから山田ってやつに結構な懸賞金がかかってるみたいなんですよ。金額はあまりこの辺で大きな声じゃ言えないんですけど。この町にはことわざがある。幸せを買う金がないなら奪えばいいんだ。こうなったら誰か山田の身代わりを探すしかない。俺はとっておきの切り札を呼び出した。
街に出回る詐欺のカモリストに名を連ねる友人。彼が初めて詐欺に遭ったのは高校2年の夏、結婚詐欺だった。先生ダメダメ、そんな飲み方しちゃ。これ最近仕事で売り始めたマリアナ海溝のお水、これは飲めば飲むほど寿命が延びるんだ。これで割って飲むといいよ。特別なミネラル、お水様。友達を紹介するとみんなで金持ち。山田という友人がいる。そいつに来月町を出る深夜特急を予約してやりたいんだが、弁護士という立場上俺はできない。お前にしか頼めないんだ。いいよ、友達の友達はまた友達だもんね。その人紹介してよ。お水分けてあげたいからさ。よいしょ。この町を出るためなら友人を売るくらい安いものだ。外の仕事が手に入る場所を噂で聞いた。東大和出身の弁護士だってよ。仕事これで最後にしてもいいですか？え？なんで？息子か娘を妊娠したので。おめでとう。今度お祝い持ってくわ。お構いなく。その息子か娘買ってあげてもいいわよ。いえ大丈夫です。あら、もう売る相手決まってんの？はいや。違うんです、5倍払っちゃう。弁護士の息子か娘だしね。あら、いいかばん。弁護士の息子か娘じゃないんです。街で見かけた人にどうしようもなく惹かれちゃったことってあります？俺の夢はこの街から出ること。必ずこの街から脱出。脱出。脱出したいよ。ねえ、うん、いつ街を出るの？あんなんただの歌だぜ。マジにとんなよ。父親なんてね、誰だっていいの。男なんてみんないつかどうせいなくなるんだから。腰抜けなのよあいつら。本当にろくでもないな。本当なんでこの世にいるのかしら。必要ないわ。すぐ
雇ってくれるとこなんてどこにもねえんだ。この町出身ってだけで犯罪者扱いしやがって、あいつ。仕事なんて何でもいいじゃない。私、覚醒剤の売人でもやるから。俺も産業廃棄物の不法投棄でもやるよ。何でもできるよね。じゃあ、そういうことで終わった。ついに最後の日がやってきた。本当終わりじゃない。先生が仕事断っちゃうから明日からのスケジュール真っ白。どうすんの。勘のいい女だがもはや手遅れだ。今日は総体妻の誕生日サプライズパーティー。先生この町出ていくつもりなんでしょ。忘れちゃった。安西夫婦どうなったか。もちろん覚えてるさ。安西夫婦がどうなったか。どけよ。誰も出て行かせないよこの町からは。安西夫婦を流してやる。愛してる。メギツネが。一刻も早くこの街を出なければ。もうちょっとでこの町ともせらば。俺たちの息子か娘のため。息子か娘のことなんだけど。この町はとにかく狭いのだ。また今度にしないか。今じゃなきゃダメなんだよ。じゃあ今2本買うから付けにして。付けはダメだよ。今日中に収めないと入山姉ちゃん。殴るんだろ。ドンキでね。俺も殴るぞドンキで。これ以上ついてきたらな。ドンキがどうかしましたか。ドンキで殴るんですよ。いや俺じゃなくて。あんたの声どっかで聞いたことあるんだよな。ちょっと無銭飲食って言ってみて。お巡りさん、どんなお水飲んでます？は？
俺は弁護士だ。こういったいざこざの対処法は心得ている。ねえ、どうぞ。ありがとうございます。おいしいお水。ちょっとそこまで。深夜特急の切符。友達の友達。山田。この町からな、誰も出すわけにはいかないんだ。聞いたことあるだろう。安西夫婦がどうなったか。駅で待っててくれ。必ず行く。そいつが山田。賞金かかってるやつね。山田が？私ケース。あ、本当。分かった。人生に大逆転はない。あるのはお決まりのサプライズとくだらないどんでん返しぐらいなもんだ。あ、はい。山田、アタッシュケースの男をね。小さな頃からの夢が二つあった。一つはお母さんになることで、もう一つは町を出ることだった。来ないね、先生。情報があるんだけど。お腹の息子か娘、先生のじゃないんだって。